んこんにちは、石木まうです。私はもう20年も誘導瞑想をお教えしています。この番組では皆さんに感情をコントロールする誘導瞑想の仕方を教えしようと思います。皆さんはただこれを聞いて眠るだけ、それだけで十分です。では今日のテーマはこれです。今日の誘導瞑想のテーマは新しいシステムを受け入れるです。40年50年と生きていると、昔とは全く違うシステムで生きていますよね。例えば電車のタッチ&ゴー、昔はなかったですね。スマホでの支払い、テレビでネット配信の番組を見る、または会社の中でリモート会議、 SNS の活用、文書のクラウドでの共有など、今までと全く違うやり方で仕事をしなければいけなくなることがあります。そんな時、今までのやり方じゃダメなのと抵抗していませんでしたか？そしてできるだけ古いものにしがみついていませんでしたか？これから 5G の時代が来るので、もっと大きく社会のシステムが変わりそうです。ですからできるだけ新しいシステムに柔軟に対応できる自分にしておかないと、不満や分離感が増えていきます。ということで今日はこれを直しましょう。できない自分をやめるという動画もありますが、そちらの方はそもそも自分の能力を低くしておいて誰かに依存しようというものです。ですから新しいシステムができた時に、いつものようにできないと言って誰かに頼ろうとするならば、そちらの動画がぴったりです。今日の動画はそうではなくて、もともと積極的で有能な人ですが、年齢が高くなっていくと今までのやり方に慣れてしまい、今さら別のやり方ができるかというプライドの高い人のためのものです。新しいやり方を導入されると若い人についていけないということで劣等感を感じて悔しいんですね。年齢が高くなればなるほど、あと数年すれば定年だという考えになって進歩しようとしなくなります。この考えは困りますね。フラクタル心理学では外側の世界と内側の世界は相似形であると言います。つまり外側に起きることは内側のことと連動しているんです。もしあなたの体の中で古いものが新しいものに変わっていったらどうなると思いますか？あなたの健康寿命は伸びるでしょう。体のシステムを新しくしたいならば、外側のシステムが新しくなるのを止めない方がいいんです。この考えをもとに直すといいですね。ではいつものように目を閉じて、自分を6歳の子供だと思ってください。そこへ大人の自分がやってきて、あなたに話しかけます。あなたは新しい技術が出て今までと違うことをするのが嫌なんだよね。変化するのが嫌いなんだね。今までは自分のやり方でスイスイできていたものを、慣れないやり方で劣等感を感じたくないんだよね。だからいつも今までと同じ状態でいたいんだよね。それでもあなたの思いと関係なくシステムは変わるから、こんなのダメだと新しいものを悪者にしているよね。頑固だね。大人の自分はそれで困っているよ。あなたが変化を嫌がって文句ばかり言うから、新しいやり方を覚えられないんだ。そしてミスして前のやり方の方が良かったと愚痴を言って進歩しようとしない。せっかく有能なのに、その頑固さで時代についていけなくなってしまったよ。あなたはただ謙虚に新しいものを覚えるのが嫌なんだよね。プライドが傷つくんだよね。劣等感を感じて恥ずかしいんだよね。そしてなんで自分はこれを覚えないといけないのって怒っているよね。今までスイスイできていたのに、慣れないものを覚えるのが面倒だから、ミスが増えるとか手間がかかるとか言って新しいものを悪者にしたいんだよね。でもね、本当は分かっているんだよね。こっちの方が便利だし効率的だってね。だから素直に新しいものを受け入れなさい。最初はできないからって
何も劣等感を感じる必要はないよ。あなたはちゃんとできるよ。若い人に最初は負けても、機械にバカにされたと感じても、そんなことはあなたの価値を損なったりはしないんだよ。あなたは今までちゃんとやってきたんだからね。それよりも柔軟な自分でいなさい。新しいものを受け入れなさい。それはあなたの寿命を伸ばすことと同じだよ。あなたが新しいものを受け入れれば受け入れるほど、脳は柔軟になって人生を楽しむことができるから、それだけ健康でいられるよね。その方がいいよね。だから新しいものを使いこなすのは自分の脳を新しくすることなんだと思いなさい。面倒くさがらず、子供のように素直になって使い方を学びなさい。そして使いこなしなさい。できるよ、大丈夫。できるよ、あなたはもともと有能なんだからね。新しいものを使いこなしたら、その便利さに驚くよね。使いこなせる自分が嬉しいよね。そしてあなたには次々に便利で楽しい新しい技術のプレゼントが与えられるよ。その方がいいよね。大人の自分はあなたに人生を楽しんでほしいんだよ。だから新しいものを受け入れなさい。